第二次イタリア独立戦争、または1859年イタリア戦争、1859年、イタリア戦役、サルデーニャ戦争、1859年、フランスオーストリア戦争、1859年、オーストリアサルデーニャ戦争は1859年に、フランス第二帝政とサルデーニャ王国が、オーストリア帝国と戦った戦争。 イタリア統一運動の過程で重要な役割を果たした。サルデーニャ王国は第一次イタリア独立戦争で負けたことで同盟国の必要性を痛感した。そのため、サルデーニャ首相カブール伯爵、カミ・ロベンソはクリミア戦争に参戦するなどしてヨーロッパ列強との関係を樹立しようとした。クリミア戦争後にパリで行われた講和会議においてカブールは イタリア統一問題を提起しようとしたが、英仏は同情的であったものの、イタリア統一が、オーストリアのロンバルドベネト王国を脅かすため2国とも、オーストリアを敵に回すつもりはなかった。会議の後、カブールは、ナポレオン三世と密談して、格約は得られなかったもののイタリアへの援助国として、フランスが最有力であるとの手応え感じた。1858年1月14日、 イタリア人のフェリーチオルシーニ白爵がナポレオン三世の暗殺を試みた。このオルシーニ事件によりイタリア統一運動が広く同情されるようになったが、ナポレオン三世自身も影響を受け、イタリア諸国の革命活動がこれ以上大きくならないようサルデーニャの対オーストリア戦争への援助を決定した。プロンビエールで秘密会談を行ったナポレオン三世とカブールは、プロンビエールの密約で、 対オーストリア同盟を締結したサルデーニャ王国がオーストリアから攻撃を受けた場合、フランスはサルデーニャ王国を援助。その代償として、サルデーニャ王国はサボア・トニースをフランスに割譲するとした。サルデーニャにとって、この同盟はサボやケシュ道でイタリア半島を統一することへの助けになり、フランスにとっては敵国であるオーストリアを弱体化させる好機となる。 カブールはオーストリアが先に攻撃しなければフランスの援助を得られないためオーストリア国境近くでサルデーニャ軍を抗軍させてウィーン当局を刺激したオーストリアは1859年4月23日に最後通帳を発しサルデーニャ軍の動員を完全に解除するよう要求したそれがなされないことを見るとオーストリアは4月29日にサルデーニャに宣戦布告 フランスが戦争に巻き込まれる結果となった。フランスがイタリア戦域に派遣した軍はここ軍団に分けられて、合計不評17万、騎兵2000、大砲312門であり、フランス軍全軍の半分にあたる。総指揮官はナポレオン3世で、軍団の指揮官は、第1から第5軍団の順にアシル・バラゲディリア元帥、パトリスド・マクマオン、フランソワセルタンド・カンドベール元帥、 アドルフ・ニール、ナポレオン王子だった。この衛兵の指揮官は、オーギュスト・レニョード・サンジャン・ダンジェリだった。サルデーニャ軍は、兵士約7万、騎兵4千、大砲90門だった。ここ師団に分けられ、それぞれアンジェロ・ボン・ジョバン・ニ・ディ・カステル・ボルゴ、マンフレード・ファンティ、ジョバン・ニ・グランド、エンリコ・チャルディーニ、ドメニコ・クッチャリが指揮した。義勇兵のアルプス師団とアペニン師団も戦闘に参加した。 総指揮官は、国王ビットーリオエマヌエーレ2世であり、アルフォンソ・フェレーロ・ラ・マルモラが補佐した。オーストリア軍は、人数で最多であり、兵士22万、騎兵2万2000、大砲824門を有し、ギュライ・フェレンツ元帥が指揮した。第二次イタリア独立戦争の、主な戦場戦線復刻の時点で、イタリアに駐留している、フランス軍はおらず、カンロベール元帥は、 世界初の軍用列車の大規模使用を観光して、自軍をピエモンテに移動させた。オーストリア軍は、フランス軍がピエモンテに到着する前により弱体な、サルデーニャ軍を撃破して、戦争終結を目指したが、ロンバルディアのオーストリア軍指揮官である、ギュライ伯爵は慎重に、ティチーノ川周辺を特定の方向もなしに、行軍、やがて溶かして、攻勢を開始した。 彼にとって不幸なことに、大雨が降り始めてしまい、サルデーニャ軍は稲田を水没させて、オーストリア軍の進軍を地帯させた。モンテベロの戦いやがて、ギュライ率いるオーストリア軍がベルケッリに到着して、トリノを脅かしたが、フランス軍とサルデーニャ軍が、アレッサンドリアとカザーレ・モンフェラート近くにある東側にかかっている橋の守備を強化したことで一旦撤退を余儀なくされた。 最初の戦闘は5月20日のモンテベドの戦いであり、フィリップ・ホン・シュタディオン・ウンとターンハウゼン率いるオーストリア軍1個軍団とエリフレデリック・ォレ率いるフランス第1軍の1個師団の間で戦われた。オーストリア軍の人数はフランス軍の3倍だったが、6月初、ギュライは鉄道の中心地であるマジェンタの戦いに進軍したが、オーストリア軍全体としては分散していたため、 ナポレオン三世は、ティチーノ川で攻撃を仕掛けつつ大部隊を北に派遣して、オーストリア軍の側面を攻撃。ギュライは、東のロンバルディアにある、クアドリラテロ要塞に撤退した後、指揮官を解任された。バレーゼの戦いではガリバルディが軍を率いた。サンマルティーノの戦いオーストリア皇帝。フランツヨーゼフ一世がギュライに代わって、指揮を取り、民著側の後ろにある、守備の行き届いた。 オーストリア領を守ろうとした。フランスサルデーニャ連合軍は、ミラノを占領した後に緩やかながら、東に進軍しており、プロイセン王国が介入してくる前に、オーストリア軍にとどめを刺そうとした。オーストリア軍は、フランス軍がブレシアで停止していることを発見、チエーゼ川沿いで反撃することを決定した。両軍は、お互いに気づかないまま接近して、混乱したままソルフェリーノの戦いに突入。 一日間の戦闘の後、フランス軍が突破した。また、フランス軍の一個軍団がメイドレで、オーストリア軍三個軍団を足止めして、ソルフェリーノの戦いへの参戦を阻止した。ルートビヒホンベネデック率いるオーストリア第八軍は、本軍と離れたポッツォ連合を守ったが、オーストリア軍がソルフェリーノで敗れた後は、全軍がクアドリラテロに退いた。一方、ロンバルディア北部では、 ジュゼッペ・ガリバルディの義勇兵であるアルプス師団がバレーゼの戦いとサンフェルモの戦いでオーストリア軍を撃破、さらにフランスとサルデーニャ海軍がダルマチアに兵士3000を上陸させルッシーの島とチェルソトを占領したドイツ諸国からの介入を恐れたナポレオン三世は戦争終結を目指すようになりビルダ・フランカの急戦でオーストリアと急戦協定を締結した。 マントバトレニアーゴ要塞周辺を除くロンバルド・ベネト王国がオーストリアからフランスに割上されその直後にフランスがこれらの領地をサルデーニアに割上した開戦直後に革命が起きて追放された中央イタリア諸国の君主は福井すると定められたパレストロの戦いでサルデーニア軍を率いたマンフレード・ファンティ・フランスのパトリス・ド・マクマオン彼の参戦が勝利を確実なものにした ナポレオン三世がサルデーニャを捨てて結んだこの講話は、サルデーニャを激怒させ、カブール自身も辞任した。ビッテアフランカで定められたことは11月の中立非条約で再確認されたが、その時にはすでに私分と化していた。サルデーニャは中央イタリア諸国の君主を福位させるつもりなどなく、その領地を占領していて、フランスも条約履行を強要するつもりがなかった。オーストリアは、 不満を募らせながらもフランスが条約を履行しないことを見ていることしかできなかった。オーストリアは1849年に自由主義運動を鎮圧したがヨーロッパの大国としての地位は厳しい挑戦を受けイタリアにおける影響力も大幅に弱まった。翌1860年中央イタリア諸国での国民投票を受けサルデーニャ王国は英物の許可を受けて これら諸国を併合し、フランスは遅れてきた謝礼を受け取った。ニース出身のガリバルディは反発し、両シチリア王国を征服して、サルディーニャ王に献上し、イタリア統一運動を成功させることとなった。戦争中、プロイセン王国も1859年に13万2000人を動員したが参戦はしなかった。動員の問題が浮き彫りになったことで、プロイセン軍は軍政改革を 断行、1866年の広島戦争と1870年から1871年までの不仏戦争で迅速に勝利を得、プロイン主導でドイツ統一を成就させることとなった。ありがとうございます。